発してます。さ、そんなに今日は遠くないからね。続いて左方向です。どっちって？これを左に曲がって。これを右に曲がって、まもなく市場右方向です。そうだね。その先200メートルで右方向です。で、200メートル、もうちょいか。確かそっち側が温泉になってるはずやから、この辺だと思う。あ、そうそう、これこれこれ、郵便局が目印。で、それで、で次をもう一回右に曲がらなきゃはず。続いて右方向です。その先10メートルで目的地周辺です。そう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 。これを入っていく。細いねんな、これが。めちゃめちゃ細いね。ここまでの所要時間は1時間6分です。運転お疲れ様でした。イースタート率が良くなりました。次回は速度変化の少ない運転を心がけましょう。これが狭いね。向こうから来んなよ。来たら終わりやで。よっしゃー。で、ここがもうきつや。よし、着いた。笠置キャンプ場です。これが受付。着きました。はい。ここをキャンプ地とします。ぐるっと一周。広いぞ、これはめちゃくちゃ広いぞすごい、なんじゃこりゃ。そうか、そういうことね。分かった分かった、大体分かった。めっちゃ難しい
均等に貼るのがすんごい難しいよこれ。よいしょ、何時？4時前。やっぱ3時間ぐらいかかったか。どう？よいしょ。こんな感じ。よし。だいたいできたよ。はい、これ外テーブル。こんな感じかな。道具紹介はまた後でします。よいしょ。お、いい感じじゃない？どう？このディードは。よいしょ。電動スクーターも持ってきたからね。ぐるっと一周すればこんな感じかな。マンズさんはしょうがないよね。しょうがないよね。ね。ちょっと待ってね。もう終わるから。しばらくお待ちよ。それではお部屋案内。広いどー。広いぞなかなか。いいね。よし、もうテーブルのセッティング完了。よし、流し台も OK。 これで完璧かな。そこに流れ込む。よいしょ。あと天井が高い。2m80。ランタンフックで1個、2、3、4、5、6、7、8、倉庫があると便利だね。まあ、動画紹介は後でします。持ち物紹介か。こんな感じです。おお、いい景色だ。気持ちがいい。うちのテントはあれ、ヨード。ほら、ちょっと揺れるか。よいしょ。はい、お散歩中。そこも川やもんな。河川敷やね、要するに。お散歩、お散歩。ここ道あるやん。何があんのそれ。ん？お、なんか行けるぞ、外。お、道があるぞ。ちょ、行ってみるか。探検、探検。探検、みんな探検するよ。よいしょ。探検、探検。お、なんか道があるぞ。ワンズのお外スペース。こっちは私。一緒にバーベキューかな、一人で。外からだとこんな感じ。綺麗でしょう。夜だとこんな感じですね。幕内は。おお、綺麗。ほら、いい感じ。明るいな。家みたい。ほんまに。こんな感じです。
逆光で見えへん。外から戻ってきてまったりしてます。ストーブつけてるんだけど、ひどいで。見えへんな。どうや。見えへん。5度や。室内5度やで。ひでー。室内5度はないわ。これ温まらへんのじゃん。とりあえずお湯沸かしてるけど、やかんに。まあベッドはここにあるから、ワンズと一緒に寝ます。みんな寝てるわ。まだでも、ね、やっと8度まで上がってきたけど、息がまだ白い。湿度高いわ。はい、おはようございます。あ、眠った。寒い。とりあえずつけたけど、なんじゃこりゃ、むっちゃ寒いんだよ。半袖もちょっとまずいかな。
外向いて、ああ寒い、寒い、ああ寒い、うん、早く温まって、ドロップアウトしてどうにもならんけど、さあ、お疲れ様、散歩行ってこう、散歩、寒い、はい、おはようございます、すごいことなんとかなんか、ものすごい霧。あそこまで降りてきて、電気切りがすげえ。朝、もやすごい。うわぁ結露というか、川の方があったかいから湯気出る川から、水温の方が暖かいな。すげえ、何これ。あんたたちすごいな、川から湯気が出てる。いえ、まあおばちゃんに、あの受付のおばちゃんが覚悟しときやって言われたからな。確かにその通りやけど、何してんねんお前。いや覚悟はしてるとは言うてんけど。はい、朝もやでした。充電できるかね、ソーラーシステム。何ワット出てる？よし、66出てる。素晴らしいね。66出てたら家が50やから全然いけるよこれ。フル充電すぐやねこれ。めちゃめちゃあったかい。助かる。固めの方がいいからね。よいしょ。よいしょ。
せー。押しとくない？野菜さ。ん？ラッシー、あんまりやらないんですが、ざーっとキャンプ道具の紹介をしていこうと思います。テントは今回はタケノコテント、ドッペルギャンガーやね。それとスワオキのこれ 100W のソーラー発電機で、スワオキのポータブル電源、12万ミリアンペア、これは犬ワンズはいいとして、カメラはだいたいニコンの、D750 か、フルサイズ一眼ね。で、焚き火台はキャプサイトかな、キャプテンスタック、ごとくもキャプテンスタックで、スキレットはロッジのスキレット使ってます。オピネルは12番、卵ケースは、どこやったかな、ロゴスやったっけな、よし。焚き火台はどのソロキャンパーさんも使ってるユニフレームの焚き火テーブル、よいしょ、こんな感じあとここ出てるものはそんな感じやね。よし、中に入っていこう。ベンチがキャンパーズコレクションのベンチ、折りたたみベンチね。椅子はなんちゃって椅子、あれなんやろう、ヘリノックスじゃないのはヘリノックスじゃないねんけど、なんかよくわからん椅子、はい、このミニダッジオーブンはどこや、ニトリかで、七輪とロゴスのヤシガラタン、でこれ万能、これ大好きやけどな、評価そんな高くないんだよね。フィゴ、ローズのフィゴで、メスティンでしょ、ドランギアメスティン、ご飯炊きはいつもこれで、この RGB のペグライト、ステークライト RGB、 ユーコ、これが4つかな。で、エスビットのポケットストーブ、エスビットポケットストーブ、風防はちゃんなのかな、ちょっと自作で作ってます。よいしょ。こっちはエスビットもどき、200円とか。スビットもどき同じ、ほぼ変わらん、一緒、字書いてるか書いてないかだけ。スビット用の 25g、 30g だと多いから 25g、 これは外のバーナー、これいいよね、普通の何 CB 缶でいけるから。これマイクロレギュレーター、ちっちゃいねんこれ、 OD 缶用、なかなかいけるよね。ごとくもしっかりしてるし、ただちっちゃいもんしか乗せられへんから。よいよ、よいしょ、マイク
クロレギュレーター、本当マイクロレギュレーター、ちっちゃいわこれは。なのでもう空の時はもうこれが一番、ジーストみんな持ってるでしょ、だいぶみんな持ってそうな気すんねんけど、ジーストあらこっちってカチャンってここの感じ。五徳はこれ、ここに置くストール、こんな感じ。これが一番、これ便利や。これはあの火加減、何あの弱火対応やからすごく楽。ちっちゃい。これは使える。これ CB 缶が使えるから。これいいよ。クイボ。すごい風が送れる。これいい、めっちゃいい。で、これは外の、これも定番中の定番かな、宇宙戦艦。これ何やったっけ、宇宙戦艦としか言うてないけど、あ、ST310 やな、宇宙戦艦。これいいや、これは強火いけるから。よし、ここはこんなもんだ。それで、マスティングを入れて、これはこんなの入れていく。流し台、あそこにバケツ。バケツからお水が出ます。よし。で、ジャグ。大きいジャグ欲しいねんけど、欲しいって持ってんねんけど、持ってきたらでかくなるから、それじゃなくても用意多いから、もうこのジャグにしてる。もうこれな、盛るんだよね。もうこの一段今使ってない、こっから盛るから。で1個しまってから上だから 5.5 リッター入るけど、今5リッターぐらいしか入らないんだよね。でこれは漏れへんな、エヴァニューの2リットルで、ざーっと調味料入れから、あ、モーラナイフね、モーラナイフで、モンベルのクッカー、20、アルパイン20、ん、アルパインの20だったかな。これは、これが入るから、スタッキング、すごく楽。で、ロゴスのトイレットペーパー。カラトリーは、まあ、チタンの端やら、と、これキャプテンスタックやったかな。まあまあ、うん、いろいろ。で、ツバナ。外のツーバーナー、これ、うん、で、あの、あれ入れてる、パワーチャージャー、パワースターター、うん、あの、ドロップアウトしていいやつ、これで、シェラカップがスノーピークのチタンにキャプテンスタックと、大きいのがキャプテンスタックかな。で、コールマンの、ツーバーナースタンド、スノーピークの、ピッツか。で、ロゴスの氷点下クーラーバッグの LX40 リッター。XL40 リッター。そっちはカメラの機材。で、これがドッペルゲンギャンガーの、何やったっけ。倉庫。うん、いろいろ食材倉庫ね。で、ガスストーブ、キャンパーズコレクションのテーブル、モンベルのダウンパンツ、コールマンの、インナーシューズ、で、電動スクーター。こんなもんかな。あとはランタン8個。あ、10個。あ、ヘッデンがこれ、うん、多分嘘8000ルーメンって書いてあった、違う違う、8000ルーメンって書いてあったんやけど、このもん300ルーメンぐらいじゃない。そんな感じかな。
あ、うん、そんなもんかな。三脚がフォトミのミーフォトか、ミーフォトの1350、これめっちゃいい。モンベルのダウンハガー800の3番を持ってきたんですけども、寒い、やっぱり無理やわこの時期はね。なので同じモンベルスーパースパイラルの、ウルトラスーパースパイラルかのダウンハガーの800の0、これストレッチも幅広いしすごい気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。全然寒なかったもんな、暑いぐらいびっくりするわ、これ最高やったね。今回高いな、6万ぐらいするもんね。で、サーマレストのZライトのロング、ロングってかスタンダードか、これはこれ定番やね。で、ホットがヘビーネックスのライトホット、これも気持ちいいな、やっぱり張りがやっぱりいいね、うん。他のホットも試してみたけどやっぱりいいよ、さすがや。チベタン帽子モンベルこれも揉んで、これどう？これ結構ありがたいんやけど、めっちゃあったかい、めっちゃあったかい。すごい、めっちゃいい。そんなもんかな、紹介的には。明日雨の予報が出たので、もう今日撤収作業していきます。もう今日帰ります。もう雨の雨いや、もう絶対いや、最後ぐらい、最後、分からんけど、もう今日はもうこれで一泊二日しかしてないけど、撤収作業開始です。はい、撤収完了。さあ積み込みが終わったぞ。あ、積み込みちゃうわ、よいしょ、撤収完了、とりあえず片付けた、全部片付けたぞ。よし、さああとは積み込みや、下のマットやな。よし、もうちょい。